きく分けまして、あの器、まあ、陶器っていうのは陶器と磁器2つありまして、簡単に言いますと陶器っていうのは、粘土、地中から掘る粘土を使って成形しております。そしてもう一つは多分皆さんのよくお目にすると思うんですけれども、こういう白い生地に綺麗な青い絵、もしくはこの青い絵にプラス上絵というこういう赤い絵ですね、これが磁器になります。磁器っていうのは、まあ、簡単に言うと石を砕いてその粉から成形したものになります。あの皆さん京焼き京水焼きってどんなものを思い浮かべられますかね。多分ね、どんなものってもしかしてこういうものを思い浮かべられる方いると思うんですけれども、実際京焼き京水焼きっていうのは何でもあるんですよ。土から磁器、その他製法とか工程もさまざまなものがあって、結構日本全国で見ていますと備前や信楽、九谷などは それぞれ産地の特徴があるんですけれども、京焼き京水焼きっていうのはこれっていうのがないんですよね。それなぜかというと、あの京都っていうのは先ほど言いましたように原料があまり取れない土地なので、その各産地から腕のいい職人さんたちが昔集まってその土地から原料を持ってきて作ったっていう歴史がありまして、なのでさまざまな、器がある、物がある、色があるっていう形なんですよね。京焼き京水焼きのこうくくりとしては京都でやっている、それであのこういう絵を描くときも必ずプリントとかを使わない、全て手作り手書きでするっていうのだけが、まあ、簡単な京焼き京水焼きの縛りになってるんですね。それぞれまあ窯元や作家さんによってはまちまちなんですけれども、例えばまあこういうお湯のみですよね、一つ作るのってまあろくろで作って削って素焼きをして絵を描いて焼くっていう、まあ、工程なんですけれども、これ一つだけ作るわけじゃないので、その窯元によっては、窯の中にこの湯のみが100個入るところもあれば500個入るところもあるんで、その期間っていうのはそれぞれまちまちなんですけれども、そうですね、その窯元の生産量によって異なってはくるんですけれども、もちろんこういう絵は全て手書きなのですごく時間がかかります。はい、こういう磁器の染め付けのものっていうのは、分業制になっております。あのろくろで作る方、絵を描かれる方、細かいところではこう青い絵を下絵、色がついてるものを上絵って言うんですけれども、下絵だけ描かれる方、上絵だけ描かれる方、それとあと薬をかけて、焼かれる方、さまざまなこう分業制になっておりますね。はい、あの土門は多分ほぼほぼ一人で、まあ、僕は土をやってるんですけれども、1から10まで全て一人で制作しております。料理と器っていうのはすごくもう切っても切り離せないようなもので、まあ、人間が人が服を着るように、まあ、料理にもちゃんと器をしっかり盛る、きれいに盛るっていうのによってすごく相乗効果といいますか、さらに美味しく見えるっていうのはありますし、まあ、サイズ感っていうのも結構大事ですよね。やっぱり大きい大きいお皿にちょこっと持っててもなんかもったいないなって感じになるし、このバランスっていうのがすごく大事やなと思うんです。まあ、もちろん僕ら懐石料理っていうのをね作るんですけども、八寸お造り、お吸い物、炊き合わせ、焼き物、天ぷら、ご飯とか、まあ、酢の物ご飯とか、あと水物っていう風な感じでね、コースで順番に出すんですけども、それぞれに合わせた器っていうのをね使ってる、いろいろある作ってる使ってるんですね。まあ例えばお椀でしたら蓋門のお椀が冷めないように蓋門のものを使いますし、まあ八寸とかでしたら特にね季節感とかを大事にしながらやってるんですけども、まあ今でしたらねちょうど節分ぐらいですので、絵馬って言って、まあ、受験の合格祈願とかいうので書くやつですよね。ああいうのを使ったり、まあ、おたふくとか、まあ、正月でしたら羽子板の器とか、まあ、これが3月になってくるとおひなさんとかそういう器を使ったりして、季節感というのをね
あの目でも楽しむっていうふうなことをね、もちろん料理も美味しいものを作るんですけども、ガスのものとか使うとすごく涼しげに感じますよね。そういうふうな感じで、まあ、あの季節感と、あと、まあ、料理に合わせたサイズ感とっていうふうに考えて僕らは料理しております。こうやって同じような色付けだけど形が違うとまたちょっと変わってくるっていうのがあるんかな。それとこれ全く同じ色だけど大きさが違うと物持った時に少しずつまたこう見た感じが変わってくるのかなとは思うんですけれどもね。買ってきたものお母さんとかが作ったものじゃなくて買ってきたものでもまたこうそのまま食べるんじゃなくてちょっとこう盛り替えてあげる、そうするとまたこう味も変わってくるんじゃないかなと思ってるんですけどね。私でもね絵描いたものにあったけどね青に絵描いてあったらちょっとでもさ、結構節約するよ、なんか赤いですよ、ね、名前なんで、はい、かわいくんけど、そうですね、感じでやっぱり、あ、そうなんですね、ありがとうございます。いわくいろんな種類があるんで買う釉薬をちょっとずつ買ってちょっとずつっていうか、もうあのザバッ筆につけてこうまあ実際これが陶器です、これが磁器です、これがガラスです。まあ僕らはこれやったのは夏の涼し、あの暑い時はこういうなんでちょっと涼しげにして、まあこれ網引いてるのはこの上にちょっと氷を散らしたりとか下に氷引いたりとかしてこの上で盛ろうかなと思うんですけども、今日はちょっとヒラメとイカと、それちょっとまだお造りを盛るんですけど、わさびと紅タレみたいな感じでこんな風にちょっと盛ってみますね。まあ、こんな風に盛ってみたり、まあ、ガラスの器でしたら、まあ、同じように持ったとしても多分ちょっと雰囲気が変わってくると思うんですよね。まあ、今日はちょっとあの氷は入れないんですけども、こんな感じで持ってみて、こんな感じだったり、あとは磁器ですね。こんな風に持ってみて。こんな感じでちょっと持ってみたりっていう感じでやってるんですけども、まあ、この辺のバランスっていうのはね、まあ、人それぞれいろいろ感覚があるので、まあ、このヒラメイカぐらいの2種だとこれぐらいでいいけども、そこに例えばあのマグロを入れたりとか、まあ、あと5種盛りとかウニとか入れたりしたらもうちょっと大きい方がいいなとか、そういうふうな感じでね、あの盛ったりして考えております。